じゃあ、ちょっと一言ですか。はい、はい、はい、どうぞ。ウィス、モコフィットネスです。今日は朝雨だったんですけど、ローラー台やってる間に雨が止んで、9時半から集合して、兄貴と、モコ練でございます。それではね、ずいぶん、メンタルが回復してきた、来て、調子が少しずつ良くなってきての、モコ練なんで、ね、こういう時に怪我しちゃったらつまんないんで、慎重に走ります。それじゃあ始めましょう。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。やっぱあれですね、うん、晴れてきたらすげえ汗吹き出してくるよね。おっとことは汗がほとしますよ。
はい、お疲れ様です。もうむちゃくちゃ疲れました。今日は最大が 175bpm、 2ヶ月前だったら最大心拍177だと思った頃は、今日の175っていうのはかなりもうほぼほぼマックスなんですけども、まあ前回言った通りに183が出たので 95% ぐらいまでは持っていけたんではないでしょうか。非常に調子が上がってきて、メンタルが回復してきて楽しくなりました。そしてね、今ねこの駐車場に面白い車が止まってるんですよ。スナップオンのトラックが止まってます。こういうのに反応しちゃうって職業病ですよね。はい、兄貴どうでした？今日は追い込めましたか？バッチリです。バッチリですか？はい。でもきつかったね。きつかった。特に最後の一周、最後の一周はめちゃくちゃきつかったですね。はい、そんな感じでこうやって皆さん友達と一緒に練習して、最大心拍まで引っ張りましょう。はい、それではビログへレッツゴーです。気持ちいい。寒い。太陽。よ、じゃじゃーん。いかがでしょうか。僕のツイッターとかインスタとかね、でもう知ってる人は知ってるんですけども、パナソニック EZ、買いました。まあ、カゴ、コンテナですね。この武骨な自転車に合うカゴですね。これ買いました、つけました。であとはステッカーチューンとかして、まあ軽く、まあちょっと遊び心をちょっと出したぐらいなんですけども、まあおいおいいろいろ、いじっていきたいと思います。で今度、これの単品のちょっとね紹介動画をちょっと作ります。っていうのは作りたいぐらいめちゃめちゃいい。これもう本当にいい。自転車ってやっぱり超面白いんだなと思って、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいし、じゃあまあそんな感じです。今日はちょっとこうやってお披露目だけです。はい、
です。いろいろね、今日はね、回りに回りました。はい、それではですね、まあ、前回のビログでもお話をしましたが、まあ、今新しいこれから仕事に就くんですが、1ヶ月前まで、自転車屋さんでひとまず働いていて、退職しました。今すごく健康な状態になってます。で、今健康になってきて分かったんです。おそらくうつだったなってことが、はい、まず症状の1、何をやっても興味が持てない。ロードバイクはやってたんですけども、それは長年もう10年以上ロードバイクやってるので、無理やりやってる感じです。何もトレーニングが楽しいわけでやってないんです。やらないとっていう、なんかおそらく十何年やってたからこんな状態でもなんかだましだましロードバイク乗れてたんでしょうけど、もうなんなら平日のトレーニングはもうちょっとつまらなかったです。で、今の今日のね、状態でトレーニングが最高に楽しかったです。集中力も半端じゃないし、めちゃめちゃ楽しいし、勝負の駆け引きとか楽しかったです。はい。で、症状の2、自然と涙がこぼれてくるんです。はい、やばいですよね。その時は俺頑張ってるなみたいな、俺ってすげえな、頑張ってるじゃんみたいな気持ちでぼやけてるんですけど、今考えたらやばいですよね。勤務先の近くについて駅から10分ぐらい歩くんですけども、その間歩いてる間に涙がこぼれてくるんですよ。これやばいですよね。そして症状の3つ目、朝起きれない。これは勘違いしないでほしいんですけども、明らかにこのうつという病気の中での朝起きれないとは、起きれないっていうのは寝不足でたとか疲れてる、まあその疲れは疲れなんですけども、その肉体的な疲れ、ロードバイクの疲れで起きれないとかいうことじゃないんです。そんなの僕は十何年間仕事をやってきて、前はね、僕土木業をやってたり、でその前はね、皆さんご存知の通りスポーツジム、かなり遅番とかあって、不規則な生活をしていたので、あったんですけども、そういう肉体的疲労と、その寝不足でのね、起きれないとかはもう 何十年も仕事やってきて体験してるし分かってるんです。それとは明らかに違う、朝起きれないんです。疲れとも違う、だるい、なんともね、表せないような表現になっちゃうんですけども、とにかく朝が起きれません。はい、朝から異常な疲れがあるんです。はい、疲れという言葉一つしかないから表現のしようがないんですけども、皆さんもこういう症状があったら一回止まってみてはいかがでしょうか。そして客観的に自分を客観視するってことがすごく大切だってことが今回分かりました。やめてよかったです。正解でした。危なかったです。本当に今この今状態で振り返るとやばかったです。そして今この健康な状態、今日のトレーニングの時もそうですけども、あんなスプリントとか楽しんでやれる、こういう普通の状態に持っていけるまで僕の場合は1ヶ月かかりました。でも今もうまだわからないです。まだこれから半年先になったら、まだまだ今の僕を思い出したら、まだ治ってなかったなって思うかもしれません。ただ今現状だと結構良くなってきているので、この状態になるまでとりあえず1ヶ月以上はかかりました。僕で1ヶ月以上かかるんですから、スポーツとか朝散歩とかそういうね、もともとメンタルケアを万が一してない方だったら一気に泥沼にはまっていくと思います。本当に気をつけてください。誰だって幸せになる権利があるんです。なんとかなります。もし少ないとは思いますけども、もしこの動画で、ね、ちょっとそういうメンタル疾患を持っている方は本当になんとかなります。はい、絶対なんとかなります。
なのでそんなに頑張らないで、気抜っちゃってください。僕が許します。はいはい。そしてですね、いつも皆さんたくさんのコメントありがとうございます。ですね、コメント返しコーナーですね。影浦さんからのコメントでして、最近ロードバイクのいろんな情報を調べるようになってから選択幅が広がりすぎて何が欲しいのかわからなくなってきたこれわかりますよね。あれと一緒ですよね。今日はもう絶対にチャーハン食うぞって意気込んで、中華屋さんに着いたのはいいんだけど、結局メニュー表を見てたら餃子とかラーメンとかいろんなのが見て目移りしてきて、いよいよわかんなくなって担々麺頼んでたみたいなね。次に、四方康博さんのコメントなんですけども、F9 と F7 のフレームは同じコンポがデュラかアルテの違いくらいですので、 F7 をサードグレードっていうのは微妙に違うかもですね。それは言っちゃダメ。それはあの動画を編集終わった後に気づいた。だけども編集の最後ら辺で気づいちゃったので、なんとか、騙せていけないかなと思ったけど結局突っ込まない。そんな感じで、今日も終わりにしたいと思いましょう思います。これからもね、皆さんね、楽しいコメントお待ちしております。それでは終わりにしましょう。いつものですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。サイクルジャージインフィニットよろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。